さあ、ハイエースバックドア修理シリーズ最終回行ってみましょう。 Here we go。 さあ、ジェットストロークさん到着です。おエースケが待機している状態です。よほー、まだバックは見ない。さあ、お世話になりましたジェットストロークさん、今日が最終回、ご挨拶行ってみましょう。こんにちは。佐々木さん、今、見てきました、はい、見てきました。はい、綺麗なんですでしょ。すごい感動、もう嬉しくて良かった嬉しくてもうちょっとね、うまく言葉が出せない。嬉しいです。いや、本当にありがとうございました。今回はいえ、こちらこそです。新品以上の仕上がりに、ありがとうございます、仕上げていただけたのと、あと下の樹脂のバンパーの部分もそんなにこう目立たないぐらい、ちょっとね、分かんないようになんかうまくやっていただけたんですね、うん、それの仕上がりがすごい嬉しかったです。本当に、いや、嬉しい、感謝しかない。よかった、ありがとうございます。いや、修理屋冥利につきますよ、はい、今回は、3パターンの、ご提案をいただいたんですね。ディーラーさんと同等の修理をしていただくタイプ、それから、中古のパーツを探してもらうタイプ、それと、僕がお願いしているご予算に納めてもらうというタイプで相談させてもらいまして、今回は僕の持っている予算の中で何とか仕上げていただいてほしいという、要望でやっていただきまして、はい、仕上げていただきました、感想としては予想以上にすごく綺麗に仕上げていただいて、本当にね、嬉しい、しかも今興奮して言えない状態で、その過程も見させていただいているので、その上で仕上がりを拝見できて、あの、僕一切手つけてないけど、なんとなく自分で仕上げたみたいな、一緒にやったからね、結構見守りに来てるからね、途中経過をちゃんと見てから最後を見たので、なんかね、自分でやったぞ感も感じながら、ものすごい満足度の中で今日、あの、さっき対面してきたんですけど、見させていただきました、はい、本当ね、感謝しかないです。ありがとうございます。ありがとうございます。ボスとはね、はい、去年東京モーターショーのイベントで、トークイベントでご一緒させていただいたことをきっかけに、はい、今回お願いすることになったんですけども、はい、いや、本当にあの、ね、イベントがきっかけで知り合えて、もういきなりなんか僕はもう、あ、おもろい人見つけたみたいな感じだった。もうそっくり返すよ欲しがるねって言われるようなね、そう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 、待ってましたみたいな。今、いや、だってさ、こんな真面目なトークのところに俺ぶっ込まれてもっとふざけるもんだという手で俺入ってきたのに、業界の未来とかの話になっちゃって、もうこうなっちゃってるからさハイボールあっちゃったじゃんダーンみたいな、しかも松戸みたいな近いっていう、あのシンクロしたところから、いつか何かお願いしたいとか、お仕事したいなと思ったところで、本当に良かったです。ありがとうございます。本当にありがとうございます。本当に次回は必ずカスタムをするという、はい、僕からオーダーをさせていただきたいと思ってます、はいはい、僕は Z ストロークさん4回も5回も通って、たくさんカスタム途中の車を見て、かなり洗脳してしまいまして、ここに通ったことで、はい、病気を見てましたか。だからなんかね、いかつい外観とか、ちょっとやっぱオリジナリティを出したいなっていう気持ちがすごい芽生えて、ジェットストローク色に染まってしまいましたけども、まんまと染めてやりました。それと、この動画見ていただいて、車のカスタム、それから僕みたいに板金とかっていう修理とかでも、あの、相談したいなと思われたら、はい、ぜひ、ましたらぜひジェットストロークさん、動画の概要欄に URL 等と載せてますので、ぜひ車のことなら何でも、はい、ぜひぜひ何でも、そこから車いけ、そこからピーってそうじゃない、ぜひ相談してみてください。はい、お願いします。さあ、じゃあね、行ってみましょう、はい、さて、小田切さん、はい、上から舐めるように見ていきたいと思いますが、当然新品のバックドアなので新品です、はい、当たり前ですが、遜色ない仕上がり、元々のボディ側との色のこうマッチングも完璧な状態で仕上げていただきました。
素晴らしい。素晴らしいです、小田切さん。今回、ハイエースの、なんていうのあれ？エンブレム？エンブレムと SGL。スーパー GL。スーパー GL のエンブレムを僕撮ってもらって、ちょっとスムージングっぽくしたので、なんかね、スッキリして、より引き締まった顔になったかなって。開けてみます。はい。じゃがじゃん。実はね、最初に見ていただいたときに、ここが反り上がってしまって、ここをね、板金で直していただくという作業が増えたんですが、そうですね、非常に綺麗にフラットに仕上がりまして、これ、へこんだこの樹脂のバンパーの部分も少し直していただいたんですね。ある程度です。それは僕が交換する予算がなかったので、このままで収めてほしいと、触らなくていいですとオーダーしたんですが、直ってますよね。ある程度。ありがたい。僕ら、板金作業したところで、ちゃんと、うん、作業したところに関しては保証、永久保証つけてます。なので、ゲートに関しては永久保証になります。はい、こっちはちゃんと、正規のやり方やらせてもらってますので、うん、こっちは保証ないになりますので、もし例えば、まあ、塗ってますんで、はい、例えば塗装が浮いてきたとか、縮んできたとか、はい、そういうのがあった場合はもちろん保証対象になります。なるほど。はい。っていう保証は僕らは板金保証に関してはつけさせていただいてます。はい。ありがとうございます。本当に。全信頼を置いて、お願いできてよかったなって改めて思いました。小田切さんね、はい、僕、バンライフっていうのやってて、はいはいはい、この車で、うんうん、まあ、日本全国も旅をしたんですけ ど、この車の一番の俺、はい、今、改善点が、うん、乗り心地が悪くて、これさ、バンじゃん一ナンバーで。まあそうですね。うん。とにかく乗り心地が悪い。はいはい、それなのに、俺毎回3000キロとか走るのね。結構しんどくて。しんどいですね。そういう場合、うん、まずどのあたりからちょっといじっていく、うんうん、と、その乗り心地っていうのは改善されるんですか？ですね、ハイエースの場合は、はい、フロントはトーションバーという簡単に言うと、うん、針金っていうほど細くないですけど、棒が出てて、これがこう曲がるときに戻る力でバネの代わりになっているのと、うん、ショックが別である、うん。で、リアはいわゆるトラックみたいな板バネっていうこういうバネがついてて、はいはい、ショックがついてる、うん。なので、ショックをもっと高性能なものに変えてあげるっていうのが、乗り心地の改善の一番手っ取り早い方法かなと。ショックっていうのは、僕ラジコン少年だったんで、じゃあもう、オイルダンパーって言ってたんですけども。それです。それでございます。まさにそれで。それです。なるほど。はい、要は、吸収するところだよね。そうですね。バネの動き、もしくは下からのドーンって突き上げの動きを抑えるっていうのがダンパーの役目、うん。あれを変えるだけで、まず改善しますか、はい、多分改善すると思います。結構ハイエース用に出されてるメーカーさんとか、いっぱいあったりとかすると思うんですけども、ジェットさんだったら、どこのショックをおすすめしますか、うん、最近ちょっと僕も面白そうだと思う。オーリンズっていう、これもヨーロッパのメーカーです。車用もあるのね。車用もあるんです。やっぱ日本だとバイク用がすっげえイメージ強いんですけど、うん。いやもう絶対バイクといったらオーリンズみたいなね。そうなんですけど、意外と、もちろん、私たちレース屋さんなので、もちろん、はい、ここに書いてあるとこんな感じなので。うんうん。なるほど、レースカーにも使ってますもちろん。なので性能的にはもちろんピカイチですし、うん、もうネーム的にも欲しいでしょってなるんですよね。欲しい。ちゃんとオーリンズ。足回りオーリンズだから。そう。言いたい。これを入れるだけで劇的に多分変わると思います。変わる、うん。なるほど。まずあれかな、僕たちは旅をする家族なので、うん、次ちょっと足回りを少しずついじっていって、ね、快適にしていくっていうところも視野に入れていきたいなと思います。では、ステッカーを貼ってもらえる。あ、全然貼りますよ。僕のハイエースはですね、一切こうステッカー類を貼らないというのが僕ポリシーで乗ってたんですけども、今回はジェットストロークさんにお世話になったことと感謝の気持ちを込めて、初めてねステッカーカッティングシートを貼っていただこうと思います。よろしくお願いします。はい、失礼します。はい、ぜひぜひ後ろのウィンドウのサイドに貼ってもらうことにしました。カッティングを貼るときのワンポイントアドバイスなんてありますか？はい、まずちゃんと脱脂をすること。そうするとステッカーのノリが良くなる。そうですね。はい。よっしゃ、OK。さあ、綺麗に貼れました。ジェットストローク。私もジェットストロークファミリーの一員になった。というわけでボス、はい、鈴木さん、本当にね、綺麗に仕上げていただいてありがとうございました。僕の車は初めてジェットストロークさんのカッティングを、マジだ、はい、
ありがとうございます。来ていただいてすごい嬉しい。イエーイイエーイイエーイ。微力ですけど僕のチャンネルでジェットさんたくさんいやめっちゃ嬉しいです、はい、宣伝させていただこうと思ってますので、これで全部で5回ジェットさんに通わせてもらいましたけども、はいはい、一気にね僕ジェットストローク色に染まって、帰りたいと思います。イエーイ車の修理をするならジェットストロークさん、ジェットストロークで、はい、今回大変お世話になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。ジェットストロークの YouTube チャンネルここに出てきてますので、よかったらこちらからジェットストロークさんの YouTube もご覧ください。というわけでハイエース修理編これでおしまいです。どうもありがとうございました。どうでしょう。バイ。カット。まさかエース機が帰ってくるや否や車中泊することになりました。今夜は3人です。久々のエースケ車中泊、平日ですけど楽しみましょう。グナイグナイグナイ。 Dude, that father is 10 and permed.